マイク・ジョンソン下院議長が就任時に公約した1月6日の公式防犯カメラの映像を全部公開するの第1弾がアップロードされました。そこには暴れまくるトランプ派ボートが映っていたのでしょうか。ボートに勇ましく立ち向かう警官隊とその悲劇が映されていたのでしょうか。今画面に流れているのがその映像です。議長は今後4万4000時間の映像を全部アップするそうです。一部には個人情報と議事堂の安全を守る関係でぼかし処理やカットも行われるようですが、それは全体の 5% 以下になるそうです。今現在すでに100本の動画が上がっています。誰でも簡単に見ることができます。リンクは説明欄に貼っておきます。今のところはこんな穏やかな場面ばかりですが、そうではない場面もいずれは出てくると思います。だけどそれはどうしてそうなったのか、穏やかではない場面はどうして生まれたのか、そういうところまでちゃんと見ればおそらく映っていることでしょう。本当にこの人たちが国家を転覆させようとした凶悪な人たちなのか、ペンスやペロシは命の危険にさらされたのか、4万時間分の動画が教えてくれるでしょう。Facebook はこの当時、この現場で撮られた動画や写真は一切掲載禁止にすると言いました。本当のことがわかるとザッカーには都合が悪かったんでしょうね。でも今度は公式の動画が4万時間です。ザッカーにはこれを止める力はありません。罪もなく捕らえられている人たちに自由を。黒森峰夫でした。